ラキスタラキスタ両桜学園桜富士祭り、ラキスタ両桜学園桜富士祭りとは2008年1月24日に角川書店から発売されたビミズ鏡の4コマ漫画作品、ラキスタを原作とするプレイステーション2をアドベンチャーゲームソフトである。2010年12月23日にはプレイステーションポータブルに移植し、シナリオの追加や 機能の改善を行った、ラキスタ両桜学園桜藤祭りポータブルが発売されている。本作はもともと、任天堂 DS 用ソフト、ラキスタ萌えドリルの作中に登場する、架空の道人ゲームをベースとしている。萌えドリルでは、宮川ひなた、日陰姉妹が制作した道人ゲームの内容に、こなたが不満を持ち、クレームをつけているうちに、 超プロデューサー扱いになった点末が語られるが、2007年5月24日に発売された続編、ま、ラキスタ萌えドリル旅立ちの予約特典として添付された体験版ソフト、ラキスララッキー、スターラビッシュロマンスマイナスがその導人ゲームという設定である。そのため、ラキスラのスタッフロールは実製作会社のベレージと製作、著作の角川書店以外はすべて、 宮川姉妹と小なたの三名で占められている。両桜学園桜富士祭りは、この、ラキスラ、の製品版である。原作である、ラキスタ本編には、恋愛要素が、全く存在しないが、本ゲームには、恋愛要素が存在する。しかし、シナリオの関係上、エピローグが存在せず後味の悪いものとなっている。その一方で、 萌え、ドリルシリーズや、テレビアニメ版同様に、パロディ要素も多数盛り込まれており、中には、他作品とのコラボレーションとして、関係先からの許諾を得たものも使われている。また、パロディとしてにチャンネルや、ニコニコ動画などで流行したものが数多く盛り込まれており、それらのユーザーを意識したものと見られる。この他、宣伝ポスターには、 時をかける少女へのオマージュが使われている。PSP のワイド画面サイズに対応し、データインストール機能や、スクリーンショット撮影機能にも対応している。内容面では、新規シナリオとして、本編の前日ダウンをはじめ、召喚やエピローグ、新規エンディングなどを追加している。またイベントグラフィックや新規収録ボイスを追加したほか カードショップでのアイテムも一新原作からの1コマをカード化したものが使われており4コマ1作品になるように揃えると音声付きで再生される形式となった通常版に加えて多数の特典が付いたデラックスパックも発売されているパッケージイラストが異なるほか以下の特典が付属する両桜学園に転校してきた主人公を同じ日に 長森山和という少女も主人公と同じクラスへ転校してくる。両桜学園では桜藤祭りを2週間後に控えていた。学園祭の準備に消極的な山和を除き、多少のトラブルもありつつ、準備は着々と進行していく。そして学園祭は何事もなく無事終わったはずだった。しかし主人公が次に目覚めたとき、 カレンダーと TV 番組は転校初日に戻っていた。学園祭までの日々を繰り返していることを、主人公や、こなたたちはまだ知らない。詳細は、ラキスタの登場人物を参照。また、声優は、萌えドリルと異なりアニメ版と同じキャスティングである。ただし、天、原富雪、八坂光、長森山と、との危害は、アニメ版には、未登場。また、 との機械は、萌えドリル、新、萌えドリルに続いての登場だが、声がつくのは、今回が初である。この他、早くを、立木文彦、クジラが担当する。京都アニメーションによる、テレビアニメ版ではなく原作の絵を使用しており、原作者である、ビ水鏡が、メインキャラクターのバストアップを描いている。この他、 作中で手に入るトレーディングカードの作画を計40名のイラストレーター、漫画家が担当している。基本的に、マ、ま・ラキスタ萌え、ドリル旅立ちに登場する BGM のアレンジである。週刊ファミ通2 0 0 8年2月1日造刊号の萌え、芸魂に本作のレビュー記事が掲載され、この中で最初のシナリオで攻略可能なのは、 メインキャラクターの4人という趣旨の文章がゲーム全体で攻略可能なのはメインキャラクターの4人と捉えることができるような記述をしているほか恋愛要素があまりないという趣旨の文章が記載されていたこの記事の内容を受けて開発元のベレージがゲーム公式サイト上にてコナタラの登場キャラクターを使ってジョーク的に紹介しつつも 当該記事は誤報であるという発表を出し、また、ファミ通側も、ファミ通 .com 上で、訂正記事を掲載した。ありがとうございます。